距離が短いな。ちょっとこっちで探さないと。最後は、ちょっとごめん。
その体験の中で全員揃って成長できるよう部員みんなで力を合わせて頑張っています。今年は6月の第9回定期演奏会をはじめ、10月にはロシアのピロの演奏家との共演が実現、また全国高等学校総合文化祭佐賀大会に出場。今年も12月に行われる全国高校選別大会に11年連続中国地区大会として出場することが決まりました。本日は全てのことに感謝し、私たちの魂を込めた表現力豊かな熱い演奏を奏でたいと思います。応援よろしくお願いします。Thank you.
にちは、管弦楽部です。今から私たちのパワフルな演奏でこの文化祭を盛り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。先ほど演奏した曲は水の宮殿です。金管の仲間たちで演奏させていただきました。海の中に住む妖精をイメージした曲なんですが、皆さんにはどんな景色が思い浮かべられましたか？次の曲に移りたいと思います。ここで小学生のゲストの皆さんに参加してもらいます。今日のために半年前から練習に励んできました。その成果を出し切れるように頑張ります。曲はラデッキー更新曲です。5年生と4、5、6年生、10人ぐらいですかね、
1年間、神楽組に来て、練習してくれました。今日はね、三条オーケーの一員として頑張ってくれました。大きな拍手を送ってください。はい、お疲れ様でした。はい、じゃあ今からちょっとセッティング変えます。また司会に渡します。
We'll be right back.
私たちが新体制になって初めて取り組んだ思い出の強い曲です。フィンランドの第二の国歌と呼ばれるこの壮大な音楽をぜひお聴きください。まだまだ30の文化祭を楽しんでいってください。今日はありがとうございました。
そうなんだ。